不思議大百科へようこそ。さあ本日のゲストもこの方です。はい、株式会社カチモードの児玉和俊です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと前回は、児玉さんがね、こう綿密に、やっていってる中でも結構なんかやっぱあったりするんですよっていう、もう興味津々の最高の話聞かせていただいて、で、今回なんですけど、結構その、ちょっと体験されてるっていうのを聞いたので、それだけのことをねやられてる人の体験ちょっと聞いてみたいなと。いいですか。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。お化け調査っていうことで、深夜帯泊まり込んでですね、夜の10時から朝の6時まで映像を撮ったり音声を撮ったり、電磁波調査をしたり、室温湿度、あとは大気圧、あとサーモグラフィーのチェックをして騒音調査って、こういう種目で機材を使って調べてるんですけど、こういうような証明書を出して、これだから調査終わって異常なかったら、これ異常なしとこう出ると、はい、逆にこれ異常あるときは何て書くんですか。異常ありってなかなか書けないので、これを出さないかあとは継続調査、要継続調査みたいな感じで。そうかそうか、何回もやってね。はい、そうですね。で結構今やってる回数でやっぱり5回6回っていう場所もあるので、そこはじゃあ毎回なんかちょっとあれっていう感じと、いろんな音がしたりだとかですね、あと人の手が届かないところに、こうノック音が鳴るとかですね、コンコンって。コンコンはちょっとヤナギとちょっとちゃうか。そうなんです。ヤナギってなんかパキーみたいなね、パキーとかポキーとか、バキーとかドカーとか鳴るんですけど、3回しかもコンコンコンって鳴るんですよ。いやそれはちょっとおかしいな。おかしいな。階段の上なんで、部屋としては要はフラットなんですけど、階段でこう降りてるんで、要は1階に近いところってその部屋の壁と距離があるじゃないですか、ここが鳴るんですよ。だから長い棒を持ってきてコンコンコンってやったらできるんですけど、でもそんな感じじゃないんでっていう、そんなことがあったんですね。わざわざ、はい、だから考えにくいですよね。はい、で基本的には何もないので、こういう証明書を出して何もなかったですっていう話をするんですけど、初回、要は会社を立ち上げて、練習用の調査が終わって、本当にお客様からの依頼で行った一発目がですね、室内ではなくて共用部分の飛び降り自殺があった現場を調べてくれっていう内容でですね。ほう、部屋じゃないんだ。そうなんです。なので実際共用部分っていうのは、かなり調べづらくて、項目として外さなきゃいけないっていう考えでいたんですけど、依頼主がちょっとお世話になってるオーナーさん で、でちょっと飛び降り自殺ってすごく特殊で、部屋の中で亡くなると、部屋が事故物件ですっていう扱いで、そこに住む人にこんなことがありましたっていう説明をすればいいんですけれども、飛び降りだと共用部分なので、その物件に入る人たち全員に言わなきゃいけないです。だから事故物件って言えば事故物件ですけど、違うといえば違うですよね。そうなんですね。ただ全体、建物全体が事故物件ってイメージになっちゃうので心理的貸しマンションみたいな感じになっちゃうと。で夜間に飛び降りられたんですけど、ただ80部屋ぐらいあったと思うんですけど、20部屋ぐらい退去しちゃってるんですよ。見ちゃったんですね。結構すごいバーン音が鳴るんですよ。いやそれはすっごいでしょうね。はい、なのでそれを見に来た方たちが多分ことごとく出て行かれてるんで、再募集したいんだけど、もう地域噂になっちゃってるし、入りたい人には全部説明しなきゃいけないし、これはいかんと。だから、どうにかしなきゃいけないから、児玉君助けてよっていうふうに SOS が来たんで、無理ですとも言えず、いや頑張りますって言っていくんですけど、飛び降りのところっていうのが、その8階建てとか、高層のマンションなんですけど、外階段があって、誰でも上り下りできちゃうんですよ。で飛んだ人もですね、マンションとは関係のない、他県から来てそのまま上って降りちゃった。もう一番ややこしい、ややこしいやつ、ね、オーナーさんかわいそうやな。確かにそうなんです。でそういう現場なんですけど、ただ難しいのが、落ちたところ、着地してしまったところは当然そうなんですけど、問題になるのって飛んだ場所もそうなんですよね。そうですね。だからどっちもですよね。はい、であと実務的な話をすると、飛んだ場所に一番近い部屋っていうのもダメなんですよ。ああ、そうなんや。要は毎日出るとき入るとき、その場所を見なきゃいけないので。なるほど。要は3箇所調べなきゃいけないですね。はあはあはあ。だからなかなかちょっと難しいなと思ってたんですけど、いざチャレンジ、それが一発目だったんですけど。はい、
まあ、部屋の中の調査をしながら飛び降りた、その外階段の、まあ、踊り場のところと着地したところっていうのをこう順繰りにこう歩き回って調査するっていう内容で行ったんですね、はい、で10時11時12時ってこう何もないんですけど、うん、あの12時半過ぎにこう見回りで行った時に、うん、今まで例えば飛んだ場所の踊り場って、はい、そこの場所まで行ってたんですよ、うん、夜中真っ暗の、うんうん、マンションの共用棟しかない中なんですけど、はい、ただその場所まで行って下覗きながら、はい、ああこんな感じなんだと思いながらやってたんですけど、はい、その時間帯だけ怖くてそこに入れないんですよ。ああ小玉さん自身が。そうです。ああ気持ち悪くてそこまで行けない、はい、で行ったら落ちそうな感じがするんですよ。おでうわなんだ気持ち悪いと思って、はい、あれこれさっきまでと違うじゃんと思って、うん、電磁波調査機のスイッチをオンにしたら、うん、今まで 0.04 とか 0.03 っていう、うん、もう明らかにこう0に近い数字が並んでたのに、うん、急に 7.4 とか 8.7 とか数値がガーンと上がって、うんはあ、ついには警報音が鳴るっていうですね。電磁波の電磁波調査機の異常が出てますよっていう。マジか。でうわこれ 何の反応なのって思いながらビービーなってるんですけど、はい、あの一応それを写真と一応映像で撮りながら、はい、あのこういうことがありましたっていうところでやって、はい、一旦離れようと思って、はい、で離れて、はい、であのもう一回別のところもそういう状況があるかもしれないんで回ったんですけど異常がない、はい、で1時過ぎまたその場所に行ったらまた警報音が鳴るんですよ、はい、何これと。でその電磁波っていうのが例えばアマチュア無線だとか、うん、あと送電線があったりするとそこの電気というか電波というか拾っちゃうみたいな。そうです。ははは。そういうこう電波のこう周波数帯を調べる機械なんで、うん、これ誰か何かやってるなと思って、はい、教養部をずっとこう歩きながら、はい、あのアンテナがあったりなんなりって見るんですけど、はい、何もない。でもそこに来ると警報が鳴るんですよ。だからその異常が出てる階段のとこですよね。そうですそうです。なんだこれと思って、うん、でまたその時間帯も怖くて入れないですね。あでなんだろうこの1時間と思いながら、うん、次のまたタイミングで行った時は、うん、怖くないんですよ、うん、入れちゃう、で電磁波も異常なしなんですよ、はい、また 0.0 いくつっていう、あれもうなんだろうさっきの1時間が特殊だったんだと。いやもう出てもうてるやんそれ数値で。もうただあの当時はまだその調査の経験値が浅かったんで、はい、これが何なのかが分からなかった、はい、今だったらまた別の方法でこう調査を始めるべきタイミングなんですけどその時はできなかったんですね、はい、であの結局数値が落ち着いてしまったんで、はい、朝6時に終わって、はい、でオーナーさんが7時半8時前ぐらいに来てくれたんですね、はい、でどうだったと、うん、で何もないっていうことが前提のオーナーなんです。まあまあ要は何もないって言ってくれっていう感じですよね。言ってくれと。むしろ何もないでしょ。そうですね、から入ってくるんですけど、はい、いや実は夜中の12時半から1時半の間に電磁波の調査機が異常値を出してるんですよね、うんうん、まあ、それはまあ嘘言ったらあかんですもんね、はい、うん、そしたらピンときたんですね、うん、あのあえてその夜中に飛んだっていうのだけは聞いてたんですけど、あ何時に飛んだかっていうのはあえて聞いてなかったんですよ、はいはい、でうっすら心の中ではそうなんじゃないかなって思いながら、でも確認のためにオーナーに、はい、あの事前のねヒアリングでは聞いてなかったんですけど、はいはい、夜中に飛ばれたって言ってたじゃないですか、飛んだ時間って何時ぐらいです、ちなみに異常が出てるのは12時半から1時半の間ですって言ったら、はいはい、1時過ぎだと。ちょっとるよ。すみません。だから継続調査をさせてくれっていうふうにお願いをしたんです、はい、なんでかっていうと、うん、そういうことが起きた場所なんですけど、はい、電磁波の異常みたいなことが起きてるから、うん、その人がそこに行った時に飛んでしまったのか、そう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 、飛んでしまったからそういう異常になってるのかっていうのを調べなきゃいけないですよね、うん、そうですね、なんか鶏か卵かみたいな、ね、そうですそうです感じですよね。どっちがどっちなのって話をしようと思ったら、うん、オーナーさんに飛び降りと電磁波の関連性ってあるのって言われてるんですよ、うん、そうそうそう、それは確かに。そうなんです。ただないんですよ、うん、それはそう、それもわからない。だから、うん、その時に言われたのが、はい、これ小玉さんまだ会社始めてまだ出だしじゃないと、うん、ちょっと経験積んでもしその関連性がわかったら、うん、もう一回調べてくれと、はい、ただ今はその関連性がわからないんであれば、うん、ここは静かにしといてくれないかって言われて、うん、まあまあまあそうですね、大人の対応ですね。そうですね、泣く泣く。だから実は異常なしの調査書は出してないんです、うん、これ証明書出してないんですよ。まあありましたからね、はい、でただ、はい、あの部屋だとか
その飛び降りた場所、あと着地地点は、まあ一部電磁波に異常が出たっていう一文は載せてるんですけど、報告書として出すっていう今状態でやってまして、じゃあやっぱりその飛んだところが一番強いって感じなんですかね。その時はそうでしたね。まあでも気持ち的に言ったら、その別に近くの部屋なんか別に興味ないし、飛んだ後もだって自分はもう亡くなってて興味ないから、やっぱり飛ぶ直前っていうのが一番こうね、そうですね、精神的にはなってくるところだと思うんで、まあそれはそこはそうかというふうにね、すごく思いますけど、飛ぶ瞬間っていうのが一番多分衝撃というか、こう気持ちの面で一番高まるところというか、覚悟を決めるところだと思うんで。すげえやん。あとただその調査書というか、その報告書を出した時に、あの経過をどうですか、要はこれを提出して有権者さんをこう募集してるんで、その後の状況どうですかって話を聞いたら、結構ですね、こうやっぱり事故があった、自殺があった物件っていうのは広まってるんで知ってるんですけど、うん、第三者機関でこうやって調べたんだよってこう紹介してこう募集してる状況で、結構ですね、ここ事故があった部屋なんですよって言って、うん、こうちょっとなんとなくこうダウン気味な気持ちになるところが、あ、はい、あの少しですね、笑いが起こるみたいな、あ、そんなお化けなんか調査する会社あるんですね、なんていうことで、あの結構あのそこでまた話がまた持ち上がるらしいので、はは、でしかも、まあ、ほとんど異常ないから、異常なしだったって言ったら、そうなんだ、はい、みたいなね。でもし異常があったらあったで、うん、なんか勝ちモードが懸賞金みたいなの出すらしいよとかですね、こういろんなことをこう言ってくださるんで、あ、すげえ、あの結構20部屋空いたのが、はい、もう今現状は満室になって、すげえ、また入退去があったって感じなんですけど、まあ、やっぱり1回は満室になったって感じなので。あ、そうすか。なんかあれですね、大島てるさんとも 真逆のところにいますね。あの、そうですね、あの全然ちゃう感じですね。大島てるさんは、はい、あの同じこう事故物件を扱う土俵の中にはいるんですけど、はい、大島てるさんは入居者さん視線とか、ね、入居者さんの見方、僕は逆のオーナーさんの見方についてるんで、不動産側ですよね、はい、なのであの真逆なんで逆にぶつからないっていう、あ、はい、いつかここにもうてるさんと児玉さん一緒にぜひ、ね、はい、対談みたいな、あ、いいですね、いいですね、ぜひ事故物件燃やす人と事故物件消す人、はい、消す人そうです、あ、それいいですね、はい、やったことないですか、イベントとかで。あ、一回、はい、あの共演はさせていただいた、別のちょっとチャンネルで共演させていただいたことがあるんですけど。あ、そうですか、はい、今、いやもう2人だけでいいでしょ、それはもうね、はい、ちょっと対談見てみたいですね。あの面白いですよ、多分大島さんも大島さんでいろいろあるみたいなんで、うん、あ、そう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 、逆に勝ちモードがそれすら消せるかもしれないとかですね。怖怖怖怖怖怖怖、はい、マジか。いや、これちょっと全面対決楽しみです、ぜひよろしくお願いします。で、あとなんかね、他にも、まあ、ちょっとこれで紹介しますけど、こう調査報告書っていうのがね、はい、あって、でこれ中身は本当のやつだけど、一応、はい、あの個人情報だとかちょっと重要なところは消してあるので、あ、消してあるっていう、はい、すごい、ちゃんと写真、あ、ほんまに報告書ですね、これね。ビフォーアクターとかですね、こうやって直したよから始まって、はい、あ、数値は何時はどうだったとか、はい、ここの電磁波の調査のところが異常値になってるんです、その今話した物件は。あ、サーモグラフィーとかもね、はい、いや、これはマジでちょっと、で、これパンフレットね、こういうのが、はい、日本初の事故物件専門で本格的なお化け調査っていうやつで、はい、まあ確かに、でも、あ、書いてある、1事故物件工事サイト大島てるからのオーナーの解放とか、はい、これは一応あの大島さんの許可を得てやってます。いいっすね。いや、これ、まあ、大島さんもこれ見たらはっはっはって多分笑うでしょ。なりますね、はい、はっはっは面白いですねって言いそうですよね、これは今、まあ、もしね、あのこれを不思議大百科をご覧になられてるこういうオーナーさんとかもしおられたら、この勝ちモードさんにね、なんか嫌やなっていうのがもしあれば、こちらあの電話番号載ってますんで、はい、ぜひこちらですね、あの言っていただいたら、児玉さんとで、不思議大学のスタッフももしかしたら来るかもしれません、はい、よろしくお願いいたします。もう事故物件に関することであれば全部 お引き受けできますので。あ、はい、すげえ頼もしいですね。マジで悩んでる人多いでしょうね。多いと思います、多分、ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。